代山崎高田藤原を連覇。90年12月1日松本での UWF 最後の試合まで4ヶ月間メインを張った実績。さらにプロフェッショナルレスリング藤原組に参加してからも外人最強レスラーウェイン・シャムロックと好勝負を展開した実績は若きエースの名にふさわしいものであります。 SWS のリングは今夜で4戦目、無敗を誇る船木正和はプロフェッショナルレスリングの外人レスラージェリー・フリンとプロフェッショナルレスリングルールで戦います。 3.3 でレスルフェストイン東京ドーム以来、佐野直樹、新倉文宏と好試合を展開した船木がこのスーパーレスルイン東京ドームで再びワウワウの電波に乗ります。大きな拍手が生まれている東京ドーム、船木正和リング上、褐色にビルトアップされた上半身。日本勝負を行います。赤コーナー220パウンドジェリーフリン、ジェリーフリンのコール。赤コーナー215パウンド船木正和、船木正和。スーパーレスリン東京ドーム20分一本勝負、船木正和対ジェリー・フリンの一戦。お互いに左回りから今度は方向を右回りに変えた軽いフットワークからローキックを見舞っていこう。ローキックを見舞っていった船木、軽いフットワークでローキックにはローキック、ローからハイに、今度は船木のローキック、ソフトミドルキック、お互いの出方を見ています。船木正和そしてジェリー・フリン、ここでこのスーパーレスリン東京ドーム、この試合プロフェッショナルレスリングルールで戦われます。一応皆様にルールをご説明いたしましょう。ダウン5回で TKO 負け、ローペースケープ3回でダウン1回とみなします。すなわち勝敗は10カウントのカウンテッドアウト、ギブアップ、そしてダウン5回の TKO 負け、この3つとなります。プロフェッショナルレスリングではすなわちフォール勝ちはありません。グラウンドに移行していこうという両者、高い位置からのカメラで両者のグラウンド攻防、グラウンドのテクニックを皆様にもお届けしています。20分一本勝負、船木正和、ジェリー・フリン。菊さん、はい、この一戦なんですが、はい、今シーンと東京ドームが水を打っているような状況、一挙手一投足このグラウンドの攻防を見ているんですが、はいはい、見どころ菊さんどうでしょうか。まあ、船木とフリンは初対決なんですよね、はい、でフリンはこれが、まあ、藤原組に参戦参加してまして、はい、1勝1敗1引き分けですけど、はい、以前に FMW にジェリー・ブレネマンという名前で一度来てるんですよね。そうですか。で空手に来て大仁田をかなり空手殺法で痛めつけてるんですね、はい、でレスラーとしてもキャリア4年ありますし、はい、マネコ道場で鍛えた男ですし、はい、空手でも全米でちょっと名の打った男なんですよ、はい、ですから立ち技はもう完全にうまいと思います。で船木が今寝技に誘ってますけど、はい、グレネマンがフリンですか、はい、寝技もかなり最近うまくなってますんでね、面白い試合になると思いますよ。嬉しい逆十字をジェリー・フリンは自分の力でしっかりとロックしたバックの取り合い、バックを取ろうとするのは船木、それを返していく返し技を見舞っていこうというのがジェリー・フリン。新平さん、はい、この両者なんですが今お互いにバックを取りまして、まあ、ヒールホールド、まあ、足を取っていこうというジェリー・フリンなんですけれども、ね、ご自身の見どころはどういうところにありますか。ご自身の見どころはもう船木のかっこよさですね。かっこよさ、もう私はファンですからね。もう出てきた時のオレンジのね、はい、上のパーンと投げ方といい、もう占領役者ですね。なるほど、見てて惚れ惚れしますね。もう私どものこのワウワウで久しぶりにですね、菊さん、はい、船木を捉えて皆様にお届けできるというのはね、はい、これは嬉しいことでもありますしね、はい、まあ師匠も言われる通りかっこいい男ですよ船木って、うん、本当にマスクがいいでしょ、うん、はい、でこの髪型がねまた今日はバッチリですね、うん、もうオールバックにさっと流してるところなんかねかっこいいですね。で理想の体型でしょ、はい、でも一挙手一投足すごく速い、キビキビしてるしね、もう若い人こうじゃなくちゃいけないっていうプロレスを見せてくれると思うんですね、うん、さあ盛んに腕ひしぎに取っていこうというところ、ジェリー・フリン、ダウンロープを使ってローペースケープ。ただフリンもまだ25歳です、はい、これからどん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 、あー、ハイキックが左のちょうどこめかみあたりでしょうか。今ちょっと船木は不用意でしたか、はい、ズバリ入りましたね。ちょっと不用意だったんでしょうか。リーチの計算違いじゃないですかね、やっぱり195センチあるとリーチ長いですからね。なんかつま先がね、なんかこめかみにコーンと刺さった感じですよね。
一瞬の一瞬の隙を突かれたという感じ。菊池さんの解説ではちょっといわゆる足の長さをいわゆるその幅を目測を誤ったんじゃなかろうかという話。高い位置からですとご覧のようにアームロックにこれから移行していこうというところがよくわかります。セコンドについているのは若手の福江。船木がダウン1回バックを取っていこうというところ、まあ、これで逆に菊池さんどうなんでしょう、はい、船木がようやくちょっと、まあ、簡単にはこれはいかないなというところで一つ気合が入ったんじゃないでしょうかね。エンジン勝ったと思いますね、はい、これでピッといい試合になると思います。バックを取っているんですがなかなか思うように次の段階にサブミッション締め技が移行できない船木。当然それはジェリーフリーも知っています。まあ、船木やはり初対決ですからちょっと油断というか計算違いがあったようですけどね、はい、これからも万全に行くでしょう。そんなに速い蹴りじゃなかったんですよね、うん、なんかスポーンと来たような蹴りですもんね。ちょっと船木が不用意なんですね、うん、ジェリーフリンがご覧のようにロープエスケープ1回、うん、蹴りがなかなかローキックから懐に入っていく。バックを掴んで倒していってグランドへ攻防。今日菊さんまだ船木の場合はどうも懐に入ってですね、はい、寝かしといてそしてグランドからサブミッションに移行して早めにジェリーフリンをというですね、はい、そういうなんとなく青写真を感じるんですが、小低小打打撃技が今日はちょっと船木が少ないような気もするんですけどね、まだ自分のペースに乗ってないという感じですね、はい、場内で5分経過というアナウンスが流れています。まあこれはこういったスタイル、ファイティングスタイル、プロフェッショナルレスリングは当然新平さんもお好きですから、はい、こういう角度で見るとたまらないぐらい。ああ決まった決まった決まったか決まったか決まった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 、すごい決まった決まった決まった。これ菊池さん今破壊締めの状況でしたね。ですね、はい、5分18秒破壊締めで船木正勝選手の勝負団の中に入ったみたいですね。5分18秒どうやら破壊締めという場内アナウンスが届きました。船木正和5分18秒ジェリーフリンを破壊締めで破った一戦でありました。すごいな、先ほどの鈴木といいね、はい、早いですね、もう勝負のかけ方が。いや今新平さんもおっしゃいましたが今船木がアップで映りましたけれども、どうやら、うん、ジェリーフリンの右のハイキックの、まあ、ちょうどいわゆるつま先の部分が自分の左の面に入ったんでしょうね、ちょっと高くなってましたね、はい。放送席ご紹介しましょう、実況私伊豆の亮、そしてお隣はおなじみの解説菊池隆さん、今日はゲストといたしまして林家新平師匠にもお越しいただいております。よろしくお願いします。今日は菊池さん、はい、まあ何しろ今映りました、はい、SWS のマットに、はいはい、藤原組が参戦してきた、はいはい、この後は EMLL が、はい、もちろん出てきますね。今度は思いっきりカラーの変わったルチャリブレですよね、はい、その後がパワーファイトと、もう今日本当見どころ豊富ですけど、うん、僕一番嬉しいのは、はい、逆かもしれませんけど、はい、天竜とハルク・ホーガンがノンタイトルマッチになったということ、うん、タイトルマッチになると、ね、ホーガンがどうしても防衛戦術使うでしょ。そうありますもん ね、ノンタイトルならでも両方ガンガン行ってくれると思うんですよ。ですから2人の方も本当本領が発揮できると思います。なるほど、まあ、新平さんとしましてはどうですか、はい、私はですね、今日はもうこのためにというもうメインはもちろんのことね、ロードオールデーズも面白いですしね、はい、もうちょっとやっぱり興味的にファンで一番ちょっと見たかったなというのは浅井がね、はい、ウルティモドラゴンと、はい、マスクマンで初めてね S のマットに登場する、これはですねファンも本当に楽しみにしてるんじゃないかな。そうですね、もしかしたらマスクの被ってるとこ見れなかったみたいなとこがあったから今日見れるというのは本当にねファンとして嬉しい。はい、まあちょっと気になるのはこのスリーショットで新平さんの首の周りがですね、はい、ちょっとガードされてるのはちょっと気になるんですが、昨日ちょっとね高速道路で追突事故がありましてね、私ダブルラリアットを車に切っちゃったんですよ。そうですか、ちょっとギブスでお見苦しいところを見せてますけども、どういたしまして。ウルティモドラゴン入場です。今年9月30日にメキシコの大団体 EMLL と契約、その1週間後の10月7日に SWS が EMLL と契約したことによって実現した浅井の参戦。今日はウルティモドラゴンのコール、 SWS 初登場となった 10.29 福岡で華麗なる超立体殺法を駆使初陣を飾った浅井、今日はウルティモドラゴンで登場。ルチャリブレの魅力を多くのファンに見てもらうことが浅井すなわちウルティモドラゴンに与えられた使命であります。 SWS に新風を巻き込んだ男、ルチャの天才ウルティモドラゴン、今ジェリー・エストラーダのバスリングに向かいます。今日の浅井は浅井由紀のではなくウルティモドラゴンで入場。かっこいい、
超立体殺法の EMLL のマッチメイク、30分1本勝負、ウルティモドラゴン対ゲリエストラーダ。早くも蹴りを見舞っていったエストラーダ、ローブに振ってショルダータックルはご覧のように軽々しく着地を取っているウルティモドラゴン。ホイップ投げを見せている。そして今度は1回転のバックブリーカーでしょうか。ちょっと今どの辺を打ったんでしょうか、尾てい骨あたりでしょうか。ショルダーでプッシュしていって空中ローリングしたニールキック、馬跳び状態からホイップを返していく。ラリアットを軽くフィットさせていったジェリー・エストラーダ。ジェリー・エストラーダはコスチューム脱がないんですね。そうですね、岸さんね、あれが試合のコスチュームなんですかね。まあ、岸さん、このあのジェリー・エストラードという選手なんですが、現在は CMLL のライトヘビー級チャンピオン。この CMLL という団体なんですが、あの EMLL がですね、前はあの NWA と提携してて NWA 世界王座を認定してたんですね。はい、まあ、NWA がああいう形でアメリカではまあ完全に消滅した形になりましたん で、はい、でメキシコで EMLL が温度を取っていろんなプロダクションを集めたあのアメリカにおける NWA みたいな組織を作ったんですよ。なるほど。そこで初代王者を認定して、その世界ライトヘビー級に王者にこの今年9月になったのはこのエストラダ、ね、ということは非常に価値のあるヘビー級のライトヘビー級のチャンピオンと、はい、EMLL 王者の一角上です。はあ、なるほど。まあそういう観点から考えますと、ゲストの新平さん、はいはい、まあ浅井義弘、今日はウルティモドラゴンと言いますけれども、ええ、ウルティモドラゴンはこれやりがいのある相手ですよね。これ勝っちゃうとね、まさに自分がベルトを負けるという、はいはい、ホーガンじゃないけど1番さんになっちゃいますね。はい、お話の最中に、まあ、いわゆる究極のルチャ、首を挟んでくるっと回転させた前方回転式のコルバトを見舞っていった。これはローリングキック、ニールキックは空を切ってパンチで返していくエストラーダ。逆にリバースで返していったニュートラルコーナー、追い立ってご覧のように、まあこれ菊さん、本当に私ども最初にご紹介しました EMLL のマッチメイクですから、もう究極のルチャーですね。次から次に前方回転式のコルバタなんですが、これどうなんでしょう。ちょっと今打ち方がおかしかったですね。もも打ちましたね。左の太ももの裏側でしょうか、ちょうど筋が走っているあたり、苦しそうなウルティモドラゴン立ち上がれるか。ちょっと右の太ももを気にしながら自分のマスクにちょっと手をやってエプロンサイドから上がってくる。まあ、浅井は昔からマスクをつけたいと好きなんですけど、はい、つけて本当にファイトやるのはつい最近ですから、はい、やはりちょっと視界が狭いという感じは受けるんじゃないかと思うんですよね。なるほど。ウルティモドラゴン、当然浅井義弘としてもこの東京ドームは初登場であります。山猫選手という意味を取るジェリー・エストラーダ、ちょっと今のところおっと、首を挟んで前方回転式のおそらくヘッドシザーズホイップでしょうか。あっと屈伸を使って高々とトップロープから投げて、ウルティモドラゴンがそのまま飛ぶか、セカンドロープからまだまだ飛ばない、タイミングを伺っています。タイミングを伺っている。まあこの辺であの新平さん、はい、ラケプラータあるいはですね、まあいろんなその飛び技があるんですけれども、そうですね、徐々にやっぱり見せてもらえていた気がします ね。日本で初めて飛ぶかなと思ったらちょっとね、すかしましたね。はい、赤コーナーのセーフティーマットに、コーナーマットにご覧のように打ち据えていったエストラーダ。ちょっとや、まあ、菊さんのご指摘にもありましたが、この SWS のマットに参戦したのが、10.29 の福岡大会からでしたね、はいはい、それは当然浅井義弘として覆面をかぶっていない。今回東京ドーム、このスーパーレスリング東京ドームに合わせて、まあ、先方と申しますが相手が CMLL のライトヘビー級チャンピオンということもあって敬意を表したんでしょうか、はい、まあ、自分の本来の姿ウルティモドラゴンで対戦をしていく浅井の心境、ちょっとやっぱり視界という部分ではね、厳しいでしょうね。これから EMLL ではずっとこのウルティモドラゴンでやるんですから、はい、まあ、日本でこれ初公開、確かに東京ドームにふさわしいあの綺麗なコスチュームだったですよね、はい、ただやっぱりまだちょっとやりにくいんじゃないかなとは思うんですけどね、はい、まあ、菊池さんが言うにはね、あのマスクはなんかハリウッドに特注してね、デザインしてもらったらしいですからね、世界に通用するマスクなんですよ、あれは。なるほど。馬乗りの状態から首を掴んでくるっと回転して抑え込み、これはよく浅井が見せる技であります。あ、ここでウルティモドラゴンが
まずトップロープ反動使って飛ぶか、セカンドロープから1回バックキック見舞ってセカンドロープから飛んだ、どっちだ、飛べ込むヒーロー、飛べ込むヒーロー、セカンドロープ反動をつけて飛べ込むヒーローであります。ライト鉄柵の間に挟まっちゃいましたね。今日は特に菊さん、はい、この鉄柵とですね、はい、まああのエプロンサイドの距離が非常に短い、はい、 そうですね、そしてこういう状況で足が、はい、まあ、ちょうど挟まっているような状況ですから、これはルチャの戦いではかなり厳しいですよね、今日はね。判断あると思うんですよ。であの普通のリングじゃなくて1段上げてからリングを組んであるでしょ、はい、ですから2段になってるわけですよね、はい、今後方危ない、後方から危ない、この放送席の真ん前、今度は飛び技、空中技を肩越しに、肩越しに、これトペコンヒーローでしょうかね。アイストラダの得意技です、はい、やった本人も痛そうでした、今腰打って。まあこのジェリー・エストラーダもこういった飛び技、トペコンヒーロー、トペスイシーダーを武器に7年ぶりの日本上陸であります。両者がセーフティーマット上、いち早くエプロンサイドに両手をかけたのはジェリー・エストラーダ。浅井がちょっと、まあ一つ一つの大技をやはり出すと、そこにかなりの鉄柵に対しての恐怖、そして衝撃があるようであります。まだ慣れてないですからね、はい、鉄柵は。まあでも新平さん、はい、あの究極の立体殺法、先ほどの、まあ、いわゆるリバースという、まあ、ラケプラータと見せかけてトペコンヒーロー、はい、そうですね、トペコンヒーローと見せかけてラケプラータというですね、うん、こういった切り返しがやはりね、その EMLA と申しますか、うん、ルチャドールの魅力ですよね。もうルチャはね、裏の掛け合いですからね。もうだからああいうなんていうの、突発的なね、技がポンと出るとか、やっぱり一流選手ですよね、はい、おー食べて、この放送席の真ん前、さあ後方からゴール、私どものちょうど後ろに VIP 席に陣取っていらした長嶋さんもかなりの衝撃を受けていらっしゃいます。新平さんも大丈夫でしょうか。いやー、お互いにこの VIP 席の前で両者が戦っています。新平さん、長嶋さん、はい、大丈夫でしょうか。私は長嶋さんを持って身を挺して守りましたよ。大丈夫ですか。大丈夫です。新平さん、あんた怪我してんだから、ほら。新平さん、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですね。いや、だけどね、僕の首よりもね、ミスターの方が大切です。そうですね。いや、非常に新平さんと長嶋さんのちょうど間に、ジェリー・エストラーダが入ってくるという、まさに放送席ももう戦いの戦場になっているわけであります。今ご覧のように両者が相打ちの状態、6メートル40センチのキャンバスで両者が相打ち、大の字になっているエストラーダ、そしてウルティモドラゴン、両者スリーカウントコール、カウント4、ファイブカウント、いやー、しかし新平さん、はい、本当私どももこの一瞬の隙たるはもう見せられませんね。飛ぶ飛距離が、ね、逆に今度はウルティモドラゴンが抑えた、カウント2で返していく、いち早くショルダーでアタックを見せて、いったー、もう1回セカンドロープから今度は空を切った、ラケプラータがセカンドロープから反動をつけた、ラケプラータ空を切った、キャンバスを一発叩いてエルボーを落としていくジェリー・ストラーダ。菊さん、はい、まあ、ウルティモドラゴンは畳み込んでいこうといったところの、はいはい、いわゆるラケプラータだったんですが、はいはい、空を切りました。ただ今声切ったラケプラータすごい飛距離だったですね。鉄柵のところに飛び越えちゃったでしょ。3メートル以上飛んでますね、まともに声切ったのは初めてですよね、はい、私首が痛いですでしょ。さあ、ロメロスペシャル、ロメロス大技、ロメロスペシャルなんですが、ちょっと重心を崩したエストラーダ。ウルティモドラゴンは首を振っている、キャンバスを悔しそうに叩いているエストラーダ。ボディースラムに取るのか、ボディースラムに取った。さあ、そしてどういう風に移行するのか、呼吸を整えながらセカンドロープをクロスしてニュートラルコーナー、セカンドロープからトップロープに立つ、大の字になっている、右の膝を折ってるだけ、ウルティモドラゴンにそのまま先頭重量級、しかしそれは空を切りました。まあ当然菊池さん、はい、ウルティモドラゴン視界が狭くなっているといえ、はい、ちゃんと一挙手一投足ジェリー・エストラーダの先頭を見てましたね。まあやはりあの飛び技というのはちょっとあのタイミングがありますから、はい、そこをあの綺麗に読んでましたね、はい、そのまま今度はフロントから、あ、危ない、抑え込まれた、危ないぞ、はい、カウント2、カウント2、うん、エストラーダのタイツのお尻とかちょっと破けたでしょ、ね、はい、椅子に挟まったんですよ。ですよね、ずっと動けなかったんですよね。
痛いだろう。まあそれだけあの衝撃が激しいというお互いの飛び技空中戦であります。超立体殺法 EMLL のマッチメイク、くるっと360度返して着地した。アステカ式、アステカ式、普通なら決まるなこれ。今まであれで決まってたんですよね。アステカ式の原爆固め、もう一回、今度はジャーマンスープレックスホールド、くるっと判定してカウント3、見事見事、ウルティモドラゴン見事であります。まさに究極のドラゴン、究極のドラゴンであります。10分16秒、一郎さん今投げ銭が飛んでますよ。ああそうですね、投げ銭が飛んでます。これはあの何度も菊池さんとねお話をしてますが、リュチャドール、コーファイトを、まあ、した選手に対しては、本当、日本でいうおひねりをね、はいはい、投げるという風習があるんですが、日本でも少しずつそれが定着してきますね。メキシコではよく見られる風習ですけども、最近、日本でも定着しましたね。はい、両者が握手を交わしています、リング上、ジェリエストラーダ、そしてウルティモドラゴン。この日本で新しいドラゴンコールが起きそうですね。ナチュラルパワーズキングハーク八代志亜2組の入賞であります。元の実力勝ることながら SWS タッグ戦線で彼らほどパーフェクトなタッグチームはなかったと言っても過言ではありません。11点中札幌でのメインイベント直後の乱入、そしてそのアピールは八つ八の存在の証明でありましょう。血気盛りに神たたらずと申します。まさに天を恐れぬ彼らのファイトはこの東京ドームの大舞台にふさわしいタッグチームといえます。 SWS と WWF が生んだ元祖合体チーム、キングハーク、八つ吉明、ナチュラルパワーズがゆっくりとゆっくりとこのリングに向かっている。今日は八つが先頭、そして3歩遅れてキングハーク。吉明がコールされています。思い起こせば原の SWS 入りが正式決定したのは7月23日のことでありました。そして 8.4 魂に通い合う天竜の胸を借りて悲願の大デビューを果たしたわけであります。ローランドプロレス界群雄割拠するこのマット界にこの阿修羅原は一つのメッセージを投げかけてくれました。スーパーレスリー東京ドームは SWS、WWF の合同興行。今夜の原のパートナーはデイビーボーイ・スミス。9月の来日では冬木石川を驚異的なパワーで圧倒し連覇、ビルトアップされた筋肉でファンを魅了したのは記憶に新しいところであります。 SWS、WWF のニュー合体コンビの入場、右手を高々と上げた阿修羅原、そしてがっちりとサポートするのはデイビーボーイ・スミス。盛り上がっているスーパーレスリング東京ドーム、原がもう完璧に頭突きという技、それにピンポイントを絞ってターゲットはキングハークの額であります。まあまさに菊さん、これも喧嘩ファイトと言っていいでしょうね。まともに打ってまともに受けてますからね。喧嘩としても気持ちのいい喧嘩ですよ。まあこの辺がやはりキングハークもナチュラルパワーズ合体コンビの妙、ちょっとした流れ、ちょっとした隙をやはり自分のチームに流れをまた戻していく。キングハークから八つ吉明、カウント1で左の肩がついていないというレフリーからのアピール。 DDT から抑え込みはカウント1で、カウント1で
返していっている足の腹であります。10分が経過している。バチッという音、この足の腹のこらえる顔、まさに何あぶしであります。今年1年の足の腹の集大成。チョップにはチョップ、逆水平で返す八ヶ、ヘッドバット、それを自上倍で返していく。ヘッドバットにはヘッドバット、足の腹がもう1回スイングして 1,2,3,4 5発のヘッドバット。あれおでこもでこぶになっちゃうんですよ、ものすごい。あーと円錐、6発7発目のヘッドバットを1発の円錐で返していった。いやラリアット、スイングラリアットであります。ブラドッキングヘッドロックか、一発気合をかけた。しかしロープを取って、ロープを取って、ロープを取って、それをブロックしているアシュラ。これを食らったら菊池さんちょっと危険ですね、はいはい、アシュラも今アシュラ原呼吸を整えて、ここでフォローに入った。デイビーボーイスミスがフォローに入った。いいタイミングで入ってきましたね。いや新平さん本当にいいタイミングでしたね。もう力の方はねデイビーボーイスミスに任せてね、もうあのガン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 頭割るようにいってほしいですね。記憶喪失にならないかしら。まああの序盤戦菊池さんの方からこの原とその外人選手デビーボーイスミスのですね、いわゆるスイッチタッチワークの話がありました、コンビネーションの話がありましたが、これはうまく噛み合ってる状況じゃないでしょうか ね、はい、今のところ噛み合ってます。スーパーレスリン東京ドーム60分一本勝負、キングハク八ツ吉明組対アシュラ原デビーボーイスミス、一進一退。しかしおそらく今の状況ではアシュラ原デビーボーイスミスがちょっと一歩一歩抜きに出たという感じであります。ここでスイッチはスミスからアシュラハラ、スイングしてヒットバラリアット、ラリアットからすぐに首を掴んでもう1回フィニッシュの技に行くのか。ブレンバスター、ブレンバスターから抑え込める体勢、ヤツはカウント2で返す、ヤツはカウント2で返していく。ハラからすでにもうスイッチ状態、ラリアット一発見舞って、そしてもう一発とどめは空を切った。そしてバックを取ってジャーマンスープレックスホールド、角度は浅いんですがどうなんでしょう菊池さん、衝撃度はちょっとあのスミスがキックしたでしょ、はい、ですから流れちゃったんですね体勢が。やつの高い位置のカメラからご覧いただきましょう。スミスもかなり衝撃、スミスもやはりジャーマンスープレックスホールドを受けているというショーの衝撃があります。合体の首切りパワーボムか、この合体のパワーボムは以前北海道シリーズでもロッカーズを破っていますからね、八つ白組 の、 あの決め技ですからね、はい、セカンドロープから場外に落とされたデイビーボーイスミス、その場外のスミスを追っかけているのはキングハク、頭を掴んで鉄柵に据えていく。場外戦、場外戦、ナチュラルパワーズ、キングハクはいち早くリング内、今日はリングが高いところに組んでありますので鉄柵が低く見えますからね、危ないですよね、はい、余計。ご覧のように戦う権利があるのはこの場外のデイビーボーイスミス、足をちょっと引きずりながらエプロンサイド、そしてリングラインであります。待ち受けるキングハーク、ボディースランカー、いやショルダーバースターですね。あそうですね、オクラホマスタンピートと見せかけてショルダーバスター、そのまま吐くの。でもこうやって見ると太いんですけどね、すごいですね、スリーパーホールド、スミスの腕がまたそれに輪をかけて太いですからね。今日ナチュラルパーツやりにくいでしょうね、あれだけ力持ちがいるとね、ほんとタイミング狂っちゃいますもんね。本当ですよね、うん、こんな2人みんな初めてですね結構暴くってますよ2人。うん、キングハクと八ツ吉明、ナチュラルパワーズが予想以上に苦戦を強いられているアシュラハラのタッグパートナーデイビーボーイスミス。しかしそのスミスを捉えているキングハク、キングハクから八ツ吉明、やっぱり菊さん今一つあのこのナチュラルパワーズのですね、はい、スタイルというかキレというかですね、はいはい、その辺がまだまだこの炸裂してない状況ですよね。ちょっとスミスのパワーに手こずってる感じですね。ラリアットをフィットさせていく、抑え込む体勢はカウント2。まあ、八つも新平さん、これだけあのデビーボーイスミスにパワーがあるとなかなか大技一発や二発ではね、ファイルドライバーから抑え込みですが、これはどうでしょうか。後方からショートスパンの蹴りでフォローに入ったアシュラハラ、15分出た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 、
まあこのままいきますと菊池さん、これ60分一本勝負なんですが、60分戦ってもおかしくない4人という感じですよね。そうですよね。おワンハンドのバックブリーカーをもう一回、力には力ですね。持ち上げてしまう、もう一回、こんな技がかつて、こんな技がかつて、こういった大舞台で披露されたことがあったでしょうか。ものすごい破壊力ですね、これは。まあ筋肉の余裕をつけてるですね、デイビーボーイスミスもこれはたまらないと思うんですけれどもね。これは逆に返していくデイビーボーイスミスがくるっと反転して、さあここ返し技はお互いに相打ちの状態から体重かけながらデイビーボーイスミス、この辺のやっぱりスクランブルがうまいですね、菊池さんね。まだ29歳ですけども、やはりキャリアが14年ですか、はい、うまくなってますよね。ここで原にスイッチ、原が仕留めることができるかどうか、満を持して後方前方か、キットアンラリアット倒れない、ハクは倒れない、ブレンバスターか、ブレンバスター抑え込みの体勢ですが、フォローに入ったやつがどうやら味方のキングハークにエルボーを落とした形になった。ここで独壇場はどうやらアシュラ・ハラとデイビーボーイスミスがツープラトンで肩越しを打ち据えていく。このままいけば完全にアシュラ・ハラ、デイビーボーイスミスがフィニッシュホールドでいけそうな雰囲気でありますが、しかしどうでしょう。ツープラトンでブレンバスターを打っていく。さあフィニッシュへ持っていくのはアシュラか。アシュラが起き上がりざまのラリアット、一発二発、そして3発目は空を切った。スモールバッケージホールド抑え込みはカウント 3! 抑え込みはカウント3、デイビーボーイスミス。アシュラ・ハラ組に対してご覧のようにキングハーク八津芳明がツープラ飛んで合体のパワーボーンを見舞っていく。どうやら菊池さん口を切ってますね。ヒートアップしている東京ドームですが、ここで第1試合から第3試合までのダイジェストをご覧いただきます。まあ、一部アメリカあたりでささやかれています菊池さん、ザ・ロッカーズ、このマイケルスとジャネッティなんですが、はいはい、ちょっと仲間割れの噂もですねちらほら出てるんですがね。アメリカあたりちょっと兆しがあったみたいですね、はい、今日もちょっと心配ですけどね。
まあ、新平さん、はい、このゴング30分一本勝負第7試合ゴングが打ち鳴らされてちょっとそのマイケルズが行くのかジャネッティが行くのかというところで、うん、話が、まあ、普段ですと1年前の東京ドームですとスッとこれがどっちかが行くのは早かったんですけれどもね。それにね1年前の東京ドームはね、はい、ロープに上がったりして陽気でしたよ。それがね全然陽気じゃなかった、うん、この2人がねもう気持ちにね亀裂が入ってますからねもう2人で喜んでられないんですね。なんかどっちかに牽制してますよ。なるほど、うん、だからこれはねあの2対2の戦いよりもなんか3対1のねなんかどっかに心理戦も入ってんじゃないかなみたいな。まあ鋭い分析でありますがショーン・マイケルズは来日が5回目、そしてスイッチ、この後もちろん画面に現れるジャネッティが6回目。日本勢高野兄弟はご覧のように高野俊二にスイッチ。まあそうすると貴重なこのザ・ロッカーズのコンビ、はい、この東京ドームがまあこういうことはあってはいけないんでしょうが、はい、お互い例えば来年の92年は WWF のサーキットでお互いシングルでやっていくということが決定するとおそらく日本でこれが最後のコンビでしょうかなという気がしますよね。85年からでもコンビ組んで6年ですけどね、はい、やはりなんか亀裂が生じたんでしょうね。スープラ飛んで打っていったトラースキック即投、そしてリング内はご覧のように弟が高野俊二が金髪のショーン・マイケルズに防戦であります。今のロッカーズの連携プレーなんかやっぱり長年培ってきたもんですね、はい、ね体が覚えてるね、うんうん、抑え込みを一つで返していく高野俊二。さあこの辺どういう風にマイケルズがジャネッティに、ジャネッティがマイケルズに繋いでいくのか。力比べ、力比べはご覧のように高野俊二が勝つ。バックを取ってバックドロップ、バックドロップです。もう少し身長が高いんですから落差の大きいバックドロップを決めてほしいですよね。ジャーマンを決めた、そしてクルネルソン完全に両腕をロックしてもう一回ブレンバスターを打っていこうというところなんでしょうか。赤コーナーに捕まっているジョージ・タカノスープラ飛んでマイケルズからジャネッティ、ジャネッティがご覧のようにスリーパーに取る、キリッキリッキリッと締め上げている。若干苦しそう、若干苦しそう、自分の青コーナーの弟高野俊二にアクションを見せるジョージ・タカノ、力投げ技で返していきます。一挙手一投足を見つめている東京ドームのファン、ゆっくりスイングしてロープに振ってドロップキック。まあ菊さんおっしゃるところのこういったですね、はい、空中弾頭もどんどんとね出していってもらいたい、はいはい、そして連携していってもらいたい高田兄弟。さあトップロープを掴んでドロップキックを放っていくという感じ。高野俊二、高野俊二がジャネッティを一発ニュートラルコーナーから逆のニュートラルコーナーに、そしてラリアートは背中越しにアタックを見せたんですが即投。まあこういった返しは非常に効果的ですね菊池さん、反射神経がいい男ですからね、はい、放送席の向こう上面になる本部席あたりで場外エプロンサイドでご覧のように鉄柵に打ち据えていく、鉄柵を越えてしまったジャネッティ、フォローに入ったマイケルスか。本当今日の鉄柵はいつもより低いですからね、はい、あの一段作ってありますんで、はい、ですから簡単にあの起こって帰って危ないですよね、はい、まあ、リングサイドで見ているお客様も非常に危ない状況であります。まあ、それだけ美味しいってこともありますからね、はい、土俵の砂かぶりですよね。ブレンバスター重量級のブレンバスター、ツーブラ飛んで今度は抑え込みからフライングボディープレス、抑え込みはカウントはカウント2で返していく。あれは高野ブラザーのフィニッシュホールドですけどまだちょっと早すぎましたね、はい。まあ、このロッカーズと言いますと、まあ、この2人には非常に悪いんですがナチュラルパワーズと対戦したですね北海道シリーズ、はいはいはい、まあ、黒星だったんですが、はいはい、あのナチュラルスモールパッケージホールド抑え込み危ない、危ない危ない、カウント2で返していった高野、ジョージ高野、まあ、あの連携プレーナチュラルパワーズがあれだけのことを暴れていったんですから、はいはい、この高野俊二それからジョージ高野組は、はい、俺に負けず劣らずのね戦法は十分取れるはずですよね。高野兄弟は仲がいいんですけど連携プレーになるとなんかちょっともう一つ華やかさがないんですね。返していく攻守目まぐるしくところを変えている高野ブラザーズ、そしてロッカーズは今ジャネッティ抑え込みの体勢は
自らその高野俊二を起き上がらせる形になっています。青コーナーに逆に捕まったジャレッティ、膝が待っている。こういう時でもね、パートナーはよく声かけてたんですよ、ね、全然声かけませんもんね、まあ、一応心配してるような顔してますけどね、声が出ないんですよ。まあ、あの観客にアピールしてね、ロックのリズムを呼び起こしてましたけどね、野球でもなんでもね、声が出なかったら負けちゃいますよね。まあ確かに新平さんも非常に鋭い分析になりましたね。このロッカーズがフライングでエルボーをフィットさせていったんですが、ちょっとそれも、まあ、普段ですとあそこで速いスイッチワークがあるんですがね、ちょっと今日はマイケルズにしても、そして、ジャネッティにしてもなかなか個人プレーというかスタンドプレーが随所に見られる感じがあります。ご覧のように今リング上はマイケルズ、ソフトをトラスキックを見せた苦しそうな表情は上司だから抑え込み、カウント1で返していく。この辺はスイッチが速くなった。2プラトンで振っていく。お互いがエルボーをフィットさせていった。高い位置からカウント1で返していったジョージ高野。まあ本当我々ファンとしてはぜひこのロッカーズに関してはその来年もわがままな要望としてはですね、本当コンビで活躍してほしいんですが、この様相からいきますとおそらくお互いのテリトリーはきっちり今日は決めて戦っていこうという、まさに連携プレーはあまり随所に見せないという、なんか仲間というよりも大人の関係って感じがしますね。そうですね、いやまさに本当きっぱりとですね縦関係に割ってしまったという、そういったタッグという感じ。フライングボディープレスから抑え込み、今度はフローに入っていった。まあ、本来のロッカーズやっぱり負けたくはないですよまあそこは本当重要ですよね、WWF としての看板を担ってロッカーズベストタッグチームとして今回このスーパーレスリン東京ドームに生出してる以上、あっと危ないぞ、これはロッカーズにとってはちょっと危険。マイケルスが果敢にジョージ・タカノを攻める。そしてボディースラムにとってロープの最上段から行けという行け行けというコール。弟どこだ、行け行けという、行け行けという、行け、いやしかしこれは危ない、抑え込みは逆にカウント3、行け行けと後ろから押したのが裏面出ましたよね、勢いがついてて回っちゃいましたね。そしたらジョージ・タカノ、タカノ俊二、あとジョージさんはこういうところうまいですからね、くるっと丸めちゃいますからね。まあ、ジョージ・タカノ、そして高野俊二、タカノブラザーズ組に外貨が上がったこの30分一本勝負第7試合、菊池さん、はい、ザ・ロッカーズ、マイケルズとジャネッティ、ちょっともうかつてのロッカーズじゃないですね。試合が打ち鳴らされました。 WWF のプロレスがこの東京ドームにワープしたと言ってもいいでしょう。このマッチメイク、ケリー・フォン・エリック対テッド・デビアスの一戦、いやこの見どころはやはりですね、新平さん、はい、聞かせてください。これはですね、あの テキサス・トルネードのケリー・フォン・エリックがアイアン・クローでしょ、はい、でミリオン・ダラーマン・テッド・デビアスでしょ、現金つかみ取り対決なるほどまあ、あのそれに加えましてですね、菊池さん、はい、どうしても外して考えられないのはこのシェリー・マーテルの存在ですよね。あの去年の 4.13 東京ドームで、はい、WWF が初めて日本に乗り込んできたときに、はい、天竜とランディ・サーベージがいい試合やりましたよね、はい、そのサーベージのマネージャーについてきて天竜をハイヒールでぶん殴った女ですからね。で天竜はその時もうさっとすかしてリングに上がっちゃいましたけど、そうですね、
あでも私はこの間近に今日はですねこのいわゆるマネージャーというかおっとっもうステイケリーフォーエリックがご覧のようにタイガークロー、アイアンクロー、タイガークロー、滑った。いや前へ落ちる方がいいんですよ、後ろに逃げるよりは前、ああいう風に逃げるのが利口なんです。なるほど、ケリフォンエリックがテッド・ディビアスにいきなりタイガークロー、鉄の爪で応戦。そうです、現金はわしづかみがいいんですよ。シェリー・マーテルがご覧のようにサポートしている。いやまさに菊池さん、 WWF のその名物カードプロレスが本当東京ドームにワープした、平行移動したと言っていいですねこれね、はい、直輸入ですね。それにしましても話が途中でした、このシェリー・マーテルというマネージャーの存在、私あの間近で見させていただいているんですが、あの非常に私の印象といたしましてはですね、はい、鼻の高い女性でプラスプロレスの出身の女性ですよね。ファッションモデル上がりでね、はい、あのファビラス村のところで仕入れして24歳でプロレスデビューしてるんですよね。で全日本女子プロレスにも来てますし、 AWA 世界女子チャンピオンになってジャパン女子プロレスにも来てるんですよ、はい、いいファイトしてましたよ、ね、え、いやまさにモデル畑からそしてレスリングプロレスと、そして今はこのテッド・デビスをはじめとして数多くのレスリングマネージメントを務めている。ショルダースルーからご覧のように返しました、ケリフォン・エリック、ご覧のようにタイガークロー、アイアンクローでもう一回捉えている。ヤキさん、やはりテッド・デビアスはこの菊さんのご指摘のように後ろにスルスルスルところ逃げる、はいはい、であの顔を前に落とすでしょ、はい、あれ後ろに前の場合余計こうガッとくるわけですよね。前に落とすからこう手首が曲がって外れちゃうわけですよね。もうこうやって新平さん、はい、シェリー・マーテルがテッド・デビアスをですね、我が子のように可愛がるアクションに東京ドームが本当ブーイングなんですけれども、これが彼女たち、そしてまた彼たちのエネルギーなんですよね。そうなんでしょうね、きっとね、あのこうね、撫でられることによってね、テッド・デビアスがバーッと燃えるんです。また撫でられようと思ってる。ミリオンダラーマンテッド・デビアス、強力な助っ人サポート、シェリー・マーテル、もう2対1の変則マッチと言ってもいいでしょう。ケリー・フォン・エリック、2回そのタイガークロー、得意のタイガークローを出してはいるんですが、スルッとテッド・デビアスが重心を後ろに返して後ろに逃がして、その鉄の爪、虎の爪、タイガークローをロックを外しています。腕を絞っている、左腕を絞ってテッド・デビアスがどうするのか。ヘッドロックか、ヘッドロックの体勢、ロープにスイングしてショルダータックルはテッド・デビアス、もう1回ロープの反動を使ってホイップで投げていく。ヘッドロック、振り投げの状態からリングのほぼ中央、抑え込みはカウント1つ、今度は逆にテッド・デビアスが返してカウント2で返していく。マーテルはさっきから喋りっぱなしですね。そうですね、あれやはりエリックは気が散っちゃいますよ。なるほど、そうですね、今締め技をしながらもやっぱりあのセコンドのマーテルの方気にしてますもんね。きっと汚いことも言ってんでしょうね。新平さんお分かりになりますか。分かりません。そうですか、おそらくシェリー・マーテルは、新平さんのお話ではかなりあの下劣なことを言ってるんじゃないかという話なんですが、ちょっとまあ肉声はかすかにこの説話を通して皆様にお届け、伝わってるかもしれません。まあ菊さんのご指摘のようにケリフォン・エリックはまさに変則3対2対1という変則マッチを強いられている状況、逆水平からナックルパンチを担っているデッド・デビアス。この今防戦のケリー・フォン・エリックなんですが、全シリーズからこの SWS のマットに参戦しているんですけれども、菊さんご覧になってどうでしょう。ケリー・フォン・エリック、やはりあのブランクを超えてから顔つきもファイトも良くなってきましたね、はい、それまではあの NWA 世界チャンピオンになった時まだちょっと甘いところあったんですけどね、はい、おっと、これはこの放送席の真ん前に投げていく、でっかい、この放送席の真ん前、ちょっと危ない、ちょっと危ない、その放送席のちょうど下手あたり、おっと、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、新平さん大丈夫でしょうか。私マイク外しました、ね、これは危ない、場外乱戦、この放送席の本当間近であります、危ない状況、テッド・デビアスが、うわもう間近であります、これは危ない、私ども危ない、両者が場外で、両者が場外で、ケリフォン・エリック防戦、テッド・デビアスが表現しているラフファイトに転じています。私どもも半身になって実況をお伝えしています。いやーまさに VIP VIP シートに数多くの選手がなだれ込んでいっています、スーパーレッスルイン東京ドーム。
第8試合テッドメディアス対ケリフォンエリック。ああ、ここでサミングか、シェリーマーテルか。シェリーマーテルがケリフォンエリックを、いや菊池さん、さすがにプロレス畑の出身ですね。プロレスラーですね。様になってますよ、あのパンチの打ち方なんて。私どもの本当すぐ目の前であります。逆水平を放っている。いやしかしシェリー・マーテルという方は非常に綺麗な方ですね。あのね、感心してどうでも本当に胸の谷間が止まらない。いやケリフォン・エリックはまさにシェリー・マーテルとテッド・デビアスという2対1という戦い絵巻であります。首を本当小刻みに振っているケリフォン・エリック。ラリアットを打っていくテッド・デビアス、防戦厳しい戦い。ケリフォン・エリック、まあ何しろ貴様抑え込み、カウント2、カウント2で返していく。このテッド・デビアスは菊池さん、はい、まあ、先ほどのようにですね、ラフ&ストロング選手と言われてますからね、はいはい、77年、80年と2回にわたってミズーリ州のヘビー級チャンピオン、87年にこの WWF サーキットに入っています。ミズーリ州ヘビー級チャンピオンというのは当時は NWA 世界王者のトリモンだったんですよね、はい、であのリクレアより先にデビアスの方が NWA 世界王者になるんじゃないかと言われたくらいの器ですからね。そうですよね。まあそれだけの器と、そしてもう生え抜きのケリフォン・エリック、プロレス畑から本当にプロレスの申し子と言っても言い過ぎではありません。ケリフォン・エリックの対戦、今日は新平さん、はい、このケリフォン・エリックのディスカスパンチを私ども、そして東京ドームのファンを待ってるんですが、なかなかその自分の方に流れを持っていけませんね。やっぱりあのマネージャー気になるんでしょうね。横からちょっかい出されるし試合に集中できないんじゃないかな。危ないぞケリフォン・エリック、東京ドームのファンに対してアピールをして、しかしこれはエルボーが空を切った。テッド・デビアス不用意でありました。さあ出るか、さあここでディスカスパンチが出るか。1回くるっと回転を加えてパンチをかまして、ラリアット。さあここで流れをケリフォン・エリックが変えていくことができるか。ラリアット2発目、重量級のラリアット、テッド・デビアスの胸元あたり、ブレンバスターか、ブレンバスター。さあもう絶叫とも言うべきシェリー・マーテルがもう絶叫しているエプロンサイド、キャンバスを叩いている。さあ右手を高々と上げてディスカスパンチ。東京ドームが一つになった。タイガークローアクションして鉄の爪、タイガークローがもう少しだ。テッド・デビアスの顔面まであと45センチか。テッド・デビアスの顔面まであと20センチ。さあエプロンサイドにはシェリー・マーテル、シェリー・マーテル、あーと両手シェリー・マーテル、シェリー・マーテルにケリー・フォン・エリックが、ケリー・フォン・エリックがタイガークロー、後方からフォローに入ったテッド・デビアス。怒ったのはマーテルだ。マーテルが DDT、 テッド・デビアスがカウントスリー。ご覧のような3者、勝者テッド・デビアス、そしてフォローに入ったシェリー・マーテルを抱きかかえるかのように。マーキスさん、やはりこのテッド・デビアスとケリー・フォン・エリック、シェリー・マーテルが勝負の鍵を握っていたと。やっぱり気を取られすぎたのが敗因ですよね。WWF の代表レスラーが発表されたのはほぼ1ヶ月前、11月15日でありました。 WWF の看板を背負っての入場、リック・マーテルであります。 8.9 横浜では佐野が勝ち、 11.8 函館ではマーテルに凱歌が上がり1勝1敗。まさに CEO を決する一戦がこの大舞台東京ドームでの SWS 認定ジュニアヘビー級王座決定戦となったわけであります。
インサイドワークでは WWF でもトップクラス。函館で佐野をボディープレスで仕留めたマーテルは佐野の前に立ちふさがる強敵といえましょう。ショッキングピンクのニーパッド、そしてファイティングパンツ、バタフライをつけておなじみのショート丈のサスペンダーサタキシード。リック・マーテルがリング上。潜在自由のチャンスをこの東京ドームで迎えます。佐野直樹がリング上右手を高々と上げた。この試合は WWF SWS ジュニアヘビー級王座決定戦です。SWS そして WWF 認定ジュニアヘビー級王座決定戦、ご覧のようにベルトが今お互いの SWS そして WWF の代表によって会場の皆様に紹介されているところであります。ベルトのかかった一戦、果たしてこの初代チャンピオンは一体この佐野直樹なのか、一方リック・マーテルなのか。30分に行きましょう。赤コーナー230番の WWF リック・マーテル、ザ・モデルリック・マーテルのコール。青コーナー220番の SWS 佐野直樹。佐野直樹は今度は両腕を高々と上げた。SWS とそして WWF 両団体が認定するジュニアヘビー級王座決定戦、リック・マーテル、佐野直樹がお互いに握手を交わしました。ゴングが打ち鳴らされて左回りちょうど3分の2回転1回転しました。軽いフットワークを見せるリック・マーテル、今日は派手なショッキングピンツのショッキングピンクのファイティングパンツ、そして佐野直樹のイメージカラーシルバーのグレーのタイツをまとっての今日はこの一戦であります。菊さん、はい、まあ本当私入場コメントでもご紹介しました佐野直樹、マッチに待ったこの東京ドーム決戦、はい、CEO を決する時ですね、はい、SWS は肌岸1年ちょっとでまだタイトルホルダーチャンピオンがいないんですよね、はい、佐野が勝てば初めて SWS でタイトルホルダーが生まれるということですからね。まあ、新平さん、はい、いろんなプロレスファンがいろんな雑誌に SWS はなんでベルトが生まれないんだという声がですね、はい、本当に今年は盛り上がりました。ありましたね。それを受けてこうやって SWS と WWF が認定するジュニアヘビー級のベルトが生まれました。これでね、佐野がベルトを取って佐野が海外で活躍する、もうこれ青写真が見えますね私ね。なるほど、まあぜひに佐野に初代チャンピオンになってもらいたいという新平さんのコメント。しかし軽いフットワークでいなしているのはご覧のようにリック・マーテル、自分の屈伸で上がってきた佐野直樹。佐野メキシコではかなり活躍してますから、はい、今度はアメリカですよね、うん、まあこの SWS と WWF 両団体が認定するジュニアヘビー級の王座決定戦、日本側 SWS 側の代表は、まあ、決定リーグ戦をやりました、片山、北原、織原、大谷、そしてこの佐野を含めて5人で戦われました。代表選手5人によってその代表権をかけての戦いが全シリーズ行われました。ローリングして抑え込み対戦カウント2、全勝で全て白星で飾った佐野直樹がこの決定リーグ戦王座決定戦の挑戦権を得ているわけであります。まあ、この佐野が4人の選手と戦って
そして駒を進めてこの王座決定戦、はい、振り返って菊池さん、この佐野がこの東京ドームに来るまでの道のりをどうご覧になりますか。北原、大谷、織原、片山全勝しましたけど、はい、みんないい試合だったですよね、はい、北原の試合も良かったですし、大谷もよく頑張りましたしね、はい、織原との試合が一番僕は良かったなと思うんですけど、みんないい試合でした。佐野がどうやらニュートラルコーナートップロープから佐野だ、この日ですね、佐野がドペコンヒーロー、ものすごい菊さん高角度からくるっと360度。佐野がこんな早くドペコンヒーロー出すのは珍しいですね。まあそれだけにやはり今日は本当負けられないっていうところがあるんですね、はい、まあ、あのマーテルも実力者でヒールですけど、あの特別悪どいことをするんでなくずる賢いヒールですからね、はい、まあ、先制攻撃がやはり一番いいですよね。まあ、新平さん、リック・マーテルも彼を紹介する時の、まあ、アップの映像ですと、本当ザ・モデルというニックネームがふさわしい、ね、ニヒルな男ですよね。そうなんですよ、でも戦ってる時にね、そのニヒルで笑っちゃうんですよ。その時に佐野にやっぱ攻められちゃうっていうね、うん、ベルトがかかってるんだから一生懸命やってくれっていう、ね、カウント2を自ら体で調子を取って返していったかのような感じのリック・マーテル。11.8 函館大会において2度にわたって佐野と対戦しているわけであります、まあ、1勝1敗という星。そのまま2クラッシャーか、違いますね、ちょっと上げすぎちゃいました、うん、あのままバックローペイ行った方が良かったかもしれないですね。今一瞬そういうアクションを見せたんですが、重心がどうやら後ろから前に移動したので2クラッシャーに変えたんですが、かえって膝ひねって良かったかもしれないですね、はい、うん、かえって待って打って、あの痛がってましたね、うん、その左の膝から関節あたりを締め上げている佐野直樹。しかし右足で逆に今度は蹴りで返していったリック・マーテル。場外に落ちたのは佐野直樹。このフェンスと舞台の間の隙間が危ないですね、危ないですね、うんうん、さあ必要以上に追いかけていくのはどうやらリック・マーテル。セーフティーマットに打ち据えるのか、いやしかしやめた、コーナーポストに背中を打ち据えていく。まあやはりベビーフェイスからヒールに転向したこのリック・マーテル、徐々に徐々にその形、そのプロレスを見せてくれるんじゃないかという気がします。あの鉄柱攻撃で何人もねレスラーが怪我してますからね、あれ結構効くんですよね。今日はサポートに大谷もついている。おそらく SWS のジュニアヘビー級クラスの選手はほとんどがセコンドについている状況でありましょう。一挙手一投足を慎重に見据えている。さらなきゃ危ない、危ない、やはりこの代表決定戦に出たレスラーたちにとってみれば佐野にチャンピオンになってほしいですよ。挑戦するチャンスが身近にありますからね。なるほど、まあ、北原にしても片山、織原、そしてまた大谷にしても挑戦権を、本当挑戦状を佐野直樹に、チャンピオンになった佐野直樹に叩きつけたいところでありましょう。苦しい表情佐野直樹、ちょっと苦しそうな表情、エルボーを落としていく。いやこの辺がやっぱり菊池さんうまいですね。あのコーナーポストに背中を打ち据えて、はいはい、そしてチンロックからエルボーを落としていく、はい、それも背中いいんですよね、はい、やはりポイントを絞って攻撃してますよね。サイドから投げを打っていく、これも当然のことながら背中から腰に対してのダメージを与える投げであります。カウント2でかろうじて返していった。新平さん、今の佐野の表情なんですが、はい、かなり背中を打ってるんで痛そうですけどもね、控え室では絶対ね船木が見てると思いますんでね、船木のねためにもね勝ってことで ね、 でね、また船木と対戦してほしいですね。なるほど、まあ思い起こせば 3.3 で佐野直樹は本当にまあプロレスリング、違うプロレスリングと言ってもいいでしょう。まあカテゴリーの違うプロフェッショナルレスリング、藤原組の船木と対戦したのが 3.3 で、このレッスル、東京ドームでありました。しかしこの 12.12 東京ドーム、スーパーレッスルイン東京ドーム、今度の相手はベルトをかけてリック・マーテルがゆっくりとトップロープですが、ライアットを打っていった、ここですね菊池さん、はい、畳み込んでいくのはここです。さあ佐野が場内から拍手をアピールしてスイングして飛んでいった、足大丈夫かな、
スイングして飛んでいったんですが、どうやらこれ右のふくらはぎでしょうか。トペを打ち込んでいったんですが、マーテルでは完全にヒットしましたけど、回転した勢いで、ね、足ぶつけてましたね。ふくらはぎだから今日は何度もご覧のように高い位置からの映像でご覧いただくと分かるんですが、セーフティーマット、そしてエプロンスタイトのこの距離が非常に短い。加えてですね、あの鉄柵の位置が低いんで、各選手が飛び技に行くと非常に厳しい状況、必ず鉄柵に自分の足を打ち据えるという状況になっているわけであります。まあやっぱりこれは実際自分の控え室モニターで見ていても、菊池さん、はい、実際にこれリングに立ってみないと分からないですよね。バックで回したサルトボルトラからジャーマンに移行していったな。カウントどうだ、カウント3だ、カウント3だ、カウント3。7分29秒、勝者佐野直樹。ジャーマンスープレックスホールド7分29秒、 SWS WWF 認定ジュニアヘビー級の王者佐野直樹であります。ぶつけた足が痛かったんでちょっと崩れかけたけど、執念で固めてしまいましたね。この試合の勝利者、佐野直樹選手に週刊ボクシング編集長清水勤様より勝利者賞、エスタブレスオフィシャルスポンサー西松建設株式会社代表の石丸役副社長影山五郎様よりチャンピオンベルトが贈呈されます。エスタブレス WWF ジュニアヘビー級王座に輝いた佐野直樹にトロフィーの授与、そしてその後は当然ジュニアヘビーのベルトが巻かれるわけであります。福さん、はい、まあ、足を打ち据えながらも固めていった、はいはい、3カウントを取った佐野直樹、はい、まあ、本当にチャンピオンになったとはいえ、はい、この後がまたその追われる立場としては苦しい立場ですよね。まあ、本当頂点に立つとあとは追う連中ばっかりですからね。このワウワウで SWS のそして WWF の認定するジュニアヘビーのベルトがカメラを通して映し出されました。第10試合サズクル栄光賞、一心的3年3で東京ドームで衝撃的デビューを果たし、空中散歩を武器に新人とは思えないファイトを展開し続けた一心力は左肩負傷、さらに内臓疾患という不運に苛まれました。しかし一心力の情熱は引退の噂を膨らまし見事カムバック、今夜の再起戦になったわけであります。しかも対戦相手は自ら望み、ファンも予想だにしなかったプロフェッショナルレスリング藤原組の長藤原義明。一心力は自らを茨の道に投げ込み、復帰戦に試練を与えたのであります。一心力が高々と花を持った魔王を投げ捨てた。この東京ドームが真っ二つに割れています。今日の第10試合30分一本勝負、藤原組対 SWS の越境対決と言っていいでしょう。維新力対藤原義明であります。ロープのハンドを使ってしきりに自らを高めている、テンションを高めている、軽い上半身をスイングさせているのは維新力。ボクシング体勢なのか、ゆっくりと凝視しているのは藤原義明。菊池さん、はい、見どころどうぞお願いします。これはもうマニア注目の対決ですよね。維新力が突っ張りで勝つか、逆関節技の鬼は本領発揮するか、まあ
正直言って3分ぐらいしか石抜きの勝機ないと思います。それをどう生かすかですよね。新平さん、はい、全くタイプの違うですねレスリングがこの東京ドームでこれから展開されます。見どころ、新平さん怖いというしかないですね。もう藤原さんの目がね、握手した後から、あ、続き引かないと、ああいうことしちゃダメだ、危ないよ。これはどういう、まあ維新力も自らを挑発、そしてまた藤原義明に対してのアピール、軽くいなすという感じのアピールを見せました。一挙手一投足、ゆっくりと、そして静かに見守っていきましょう。菊さん、はい、この両者の戦いなんですが、はい、まあ、藤原組の長たる藤原義明、はいはい、そして SWS を代表した維新力、はい、これはルールは SWS ルールで行われるということですよね、はいはいはい、まあ、藤原のことですから何でもこなすでしょう。ただあの藤原は右足かかとにひびが入っているというハンデがありますけど、維新力もちょっと待ってください、はい、菊さん、今これはあの相撲のいわゆる一つのあの四つですよね、はいはい、四つの体勢から藤原義明も、まあ、大胆にもですね、もう腕決めに行こうとしたでしょう、うんうん、これはルールは SWS ルール、もちろんフォール勝ちがあります。何度のロープエスケープも OK、 ナックルパンチだけは許されません。でも維新力なんか楽しそうですね、なんか嬉しいって顔してますね、戦えることが。いや、エプロンサイドには本当 SWS のレスラーがほとんど集結しています。いや、今日菊さん、この維新力の表情はですね、はいはい、私は本当なんとなくあの不気味さを感じるんですよね、はいはい、もっと悲壮感があるかと思ったら本当師匠の言われる楽しそうです ね、はい、ね、いや、いい表情ですよ。いや、藤原さんの関節技に対応するには突っ張りしかないという、うん、飲まれてはいないですよ、少なくとも、うんうん、5月ぶりのカンバックを嬉しがってるという感じしますね、うん、非常にいいことです。藤原、おーだー、突っ張りだ、突っ張りから、突っ張りからいなしていくという体勢、パンチ平手、平手、逆水平、パンチパンチ、張っていく張っていく、突っ張りを突っ張っていく。さあ、場内維新力のファンからの拍手だ。藤原の胸が赤くなりましたけど、藤原にタッと笑いましたね、うん、お、小僧やるじゃないかってところですか。藤原選手ずいぶん昔から見てますけどね、あのニヤリって笑った時はね、テロリストに変わる時なんですよ。ほら、厳しいぞ厳しいぞ、左のちょうど顎あたりだ、顎あたりにヘッドバットが入ってきた、顎あたりにヘッドバットが入ってきた、あっと、ヘッドバットにヘッドバットで返していった、投げを打っていく維新力。維新力が続きガンガンやってますね、すごいね。いや、これはすごい戦いになっています。藤原義明対維新力の戦い、これは菊さん、はい、本当にものすごい戦いですね。いや、僕はあの維新力健闘してると思いますね、いいですよ。いや、本当に息を呑むこの東京ドーム、場内のざわめきが収まりました。両者の力比べ、維新力か藤原義明か、当然前線健闘している。おっと、今度は奥の方から藤原コール。いや、しかしそのまた左側からは維新力コールか、貫抜き状態。焼きさん、今日は藤原はどうやらですね、はい、相撲の組手で組んでも俺は勝てるというようなそういうアクションですよね、まあ、藤原は相手の土俵で相撲を取ってもいいよという余裕はまだありますね。こうなったら新平さん、はい、維新力にも本当相撲の張り手からですね、投げ技、立ち技、ね、どんどんいってもらいたいですね。相撲でもね、禁じ手がいっぱいありますからね、それが今日出るんじゃないかと僕結構楽しみにしてるんですよ。お互いに藤原は左の手、維新力が右手、両手を合わせた。さあ、維新力が蹴っていく。維新力がミドルキックを放っていく。蹴りには蹴り、ローキックを放した。ローキックを放っていく。維新力の左の太もも、あと変速の、変速のハイキック、危ない危ない、維新力危ないぞ、維新力青に入りましたね。維新力が思わずセーフティーマット、エプロンサイドから場外、左のどうやら目の下ですか、ちょうど骨がありますね。不敵な笑いを浮かべている藤原義明、職人芸、場内藤原ファンから拍手が起こっている。キャンバスを叩いてエプロンサイドから、何だったら飛んでやろうかって感じでしたよね。すごいな、ものすごい戦いになっている今日の第10試合、30分一本勝負、相撲技かそれとも関節技か。ドロップちょっと薄いですか今のは、はい、薄いです。でもよく勇敢に飛びましたよね、藤原を相手に。いや、押していく、張った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 
突っ張りと張り手だ。突っ張りと張っていく防戦、藤原防戦、のど輪から張り手、張り手から突っ張り、のど輪から張り手、のど輪から張り手だ。その表情藤原義明、ガンガン行かなきゃ。 DDT がブレンバスターか、 DDT かブレンバスターか、これで分かったでしょ、怖さが。不敵な笑みを浮かべる藤原義明。危ねえ、菊さん、本当に危なかったですね。今まだ左手死んでますよ。危ない危ない心力。ルールはエスタブレスルール、もちろんギブアップあります、フォール勝ちもあります、何度のエスケープも OK です。組み合った、おっと、勝ち上げた。今は張り上げました、ちょっと勝ち上げましたね、今ね。結構効いてますよ。翔太ですか、翔太ですか、今肘ですか、ちょうどね一番人間で抱えてるんですよ。蹴りを見舞っていく、いや、それを服した、倒していった、のど輪から倒していった、一撃フェイスをクラッシュする、ストッピング、後頭部ストッピング、一発で3発4発一進力のファンが湧いている。一進力がセカンドロープからトップロープ、タイミングを伺っている。一進力が飛ぶのか、前線検討、維新力ものすごい。いやでも狙うだけ立派ですよ。復帰5ヶ月ぶりのこの対戦とは思えない、藤原義明を十分に痛めつけています。ここからですよね、慎重にいかなきゃいけないのは、菊さん、はい、ちょっとやはり脇固めの腕が厳しいんでしょうか。ちょっと力比べ苦しい表情の維新力。こういう状態になると藤原はヘッドバットを容赦なく出していきます。十分に警戒しなくてはいけない維新力。力比べ、肩と肩、頭と頭、四つに組むのか、四つに組むのか。この高い映像から、高い映像から腰をつけていく、押っつけていく状況。まさに6メートル40センチ四方のリングが土俵に変わっている。30分一本勝負。いや、まさに藤原は本当にいろんな選手と異種格闘技も今までのプロレス人生の中、生活の中戦ってきました。その異種格闘技、相手の土俵でいろんな戦いを展開した。危ないぞ危ないぞ危ないぞ。この体勢で不用意に両足を出しますと、アキレス腱固めから関節に移行してギブアップを宣告しなくてはいけないという危険な状況であります。軽いフットワークを見舞っている藤原、転倒している維新力。さあどうする、張っていくのか、突っ張りか、のど輪か。でも藤原の今の表情は、おこれやるじゃないかって嬉しそうだったですよね。なんかね、うん、あれ跳ねて見せたのもね、なんか気持ち言われるためにね、お前も跳ねろって言ってるみたいな感じかな。さあ藤原と維新力が組み合った。もう一回頭をつけて、追っつけているのは藤原、捉えているのは維新力。ちょうどコーナーが、ニュートラルコーナーが背に当たっている、背に当たっています。これでは戦えません、これでは戦えない。いや、この防御は菊さん、十分に研究してますよね。もう何十回何百回と藤原のビデオテープで研究したという維新力。離れ際パンチがありますからね、はい、続きもあるし、うん、十分に藤原のレスリング、プロフェッショナルレスリングを研究している維新力。小股すくいから、小股すくいに行こうとした、しかしこれは完全ではない。サッカーボールキックがショートスパムから蹴りを見合っていく。天竜仕込みのサッカーボールキックか、4発5発それをこらえている藤原義明。場内が維新力コールか。もう維新力も菊さん、容赦なく、これはもうサッカーボールキックを見舞うべきですよね、はい、もうどん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 連打していいんですよね。反則じゃないですからね。両者の戦いは10分を経過しようとしている。赤コーナーを背に藤原がソックスを直す、そして維新力はそのソックスを直す藤原を傍観者、ゆっくりと見据えている。左回りフットワーク、藤原義明張っていこうというところ、それをディフェンスする維新力。十分に藤原のパンチから、そして関節技から、そして頭突きを研究したという維新力であります。まさに
ていく。これは背中ロープがついています。ロープエスケープという感じ。次取ったら危ないよって感じですね、うん、次取ったら離さんぞっていう。さあ内原が張っていった、喉から張っていった、張っていった、張っていった、突っ張っている、突っ張っている。さあ背中から今度はラリアット気味のパンチ、張っている喉輪と張り手と構えているのは維新力。危ないぞ、危ないぞ、逆に逆にこれ関節を取られると危ない、関節を取られると維新力危ない危ない危ない、ゴングだ、ゴングだ、ゴングの連打、ゴングの連打、ゴングの連打。維新力は出てるね、すごい。腹固め、腹固め。10分12秒、腹固め、腹固め、藤原義明であります。すごい。菊池さん一言お願いします。いやもう今の固め技、決め技最高ですね。もうきちっと腕と足でパシッと挟んでたでしょ。しかも瞬間ですからね。でも維新力よくやりました。新平さん、新平さんいかがでしょうか。まあ、維新力も伝染しましたけどね、藤原義明の真剣の怖さっていうのかな、あの刀のねスパッと切られたっていう感じですね。いやまさに今の藤原が場内のお客様に対して拍手をしてやってくれという、いや本当に維新力前線健闘であります。素晴らしいファイトを見せてくれた藤原義明、そして維新力。WWF のリング上でありました。その後 WWF タッグ戦線に最有力候補として浮上、数々の歴戦を残し、今夜の東京ドームでの WWF タッグ王座への挑戦となったわけであります。ナチュラルディザスターズ、ペンタ、タイフーン組がゆっくりと歩を進めている。At a total combined weight of 852 pounds, here are Earthquake John Penta and his tag team partner Typhoon, the Natural Disasters!アースクエイクジョンテンタ、タイフーン、ナチュラルディザスターズ、そしてサポートはジミーハート。テンタと、そしてホークがタイフーンと、ご覧のような4者、あっと突き放していった、4人が乱れ打ち、ゴングが連打されている。さあ
この放送席の前にいきなり場外戦を、いやこの放送席にまたいきなりだ、いきなりアニマルを投げていった。うわでっかい、テンタ、ジョン・テンタ、今度は逆にアニマルが椅子で攻撃、後方からものすごいラッファイト、ラッファイト、ラッファイト、おっと、お机壊れてた、危ない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 、机がクラッシュ、机がクラッシュ、上がっただけで机が潰れちゃった、ね、大変なウエイトだ、あ怖い、まただ、これはお返しだ、まさしく皆様に実況をまともにお伝えできない状況。場外ではアニマル対アースクエイク、テンタ、地震男と、そしてまた暴走戦士アニマル、あのパワーで椅子で思いっきり殴られたら、それは答えますよね。答えます、私立っただけで首に答えますからね。ご覧のようにジミーハートを加えて、何やらアースクエイク、テンタとタイフーンが三者で密談。エプロンサイドから重量級の2人が、アースクエイク、テンタ、タイフーンが上がってくる。先陣を切るのはどうやらタイフーンであります。タイフーンと、そして今度はホークががっぷりと力比べ。ご覧のようにチラッチラッとエプロンサイドに映っているのがマネージメント、ジミーハートを従えているナチュラルディザースターズ。いやまさに菊さん、はい、この WWF ではもう黄金カード、はい、世界タッグ選手権試合、はい、ベルトをかけての一戦、今月の3日のテキサス州サントニオ大会でもこの試合があったんですよね、はい、この時はおー合体からアニマルがホークをリフトアップして、そして台風にぶつけていった、後方から今度はテンタだ、合体技でアニマルがホークをリフトアップしてツーパラトンで攻撃をしていったんですが、それを胸で受けて、ああ同士打ち、いやまさにお互いの合体技が本当に気を抜けません。2人を相手にしているホーク、いや今の4人の動きはすごかったですね、菊さん。いやアニマルがホークをリフトアップして、はいはい、タイフーンにぶつけていった、それをまた受け止めたんですよね、受け止めたんですよね、そしたらそれにドロップキックをかけたわけでしょ。これまさに WWF の超ド級のパワーファイターが4人この SWS の東京ドームのマットに集結したという感じ。アースクエイク、ジョン・テンタ、カナダの地震王、ジョン・テンタもご覧のように四股を踏んでいる、元幕下コトテンザンですよね。このしかし四股を踏んでるところをですね、はい、アニマルがちょっと呆然と見ていた。アニマルとホークがガプリとぶつかっていった。アニマルの菊池さん、これは相撲のいわゆる仕切りだっていうのは分かってるんでしょうかね。やっぱりアニマルの腰が低くいい構えしてましたよね。もう一回取り直しという状況でしょうか。さあ両手ついた、いやまさにプロレスと相撲のミックス技、四角いリングはいつになく土俵に見えてしまうこの4人であります。あっとゆっくりと中央無重力状態でふっと自分の体を浮かしてショルダーをフィットしていった。ロープに振ってラリアットは空を切る、テンタがかわして相打ち、テンタこういうやっぱりあのスイングができるんですよね。ですよね。でも迫力ありますね。目の前でこの4人がね戦ってるってすごいことですよね。テンタのこの体の大きいこと、ね、さっきこのねリングサイドに来た時びっくりしましたね、あんまり大きいんで。まあ、先ほどこのナチュラルディザスターズとそしてザ・ロードウォリアーズベルトをかけての一戦が今年の12月3日にですね、もう、はい、わずか2週間も経ちませんね、まだね、9日前ですよね、そうですよね、テキサス・サントニオで対決して、この時はあのウォリアーズが反則勝ち防衛をしてるんですよね、はい、まあ、ベルトの移動はその時なかったと、はいはい、その12月3日からまたこの 12.12 場所を移して東京ドームでベルトをかけての一戦セミファイナルWWF 世界タッグ選手権試合、ザ・ロード・ウォリアーズ、ホークとナチュラル・ディザスターズ、今は
天太から台風にスイッチ。まあ、今日は皆様にその台風ということでご紹介していますが、菊池さん、はい、ワンワンがこの台風の場合はタグボートというね、はいはい、破壊船という名前で、はい、釣り天井首吊りネックハンギング釣りですね。前回はあのセーラー服着ての途上だったですよね。はい、これです、これです、これです。台風がそのままバックブリーカーに移行する。マネージャーのジミーハートも初来日ですけど、これ割とチャンピオンメーカーなんですよね。あ、そうですか。あのハートファンデーションをダブルフルタッグ王者にしたのも、あのウォリアーズに負けたナスティーボーイズを王者にしたのもこのジミーハートなんですよ。ですから今度はこのナチュラルディアスターに乗り換えてチャンピオンにしてやるぞということでしょうね。なるほどね。まあそれだけ考えますと新平さん、はい、このメガホンを取ってこれだけサポートしているジミーハートなんですけれども、やはりちょっと不気味な存在ですよね、うん、やっぱりアドバイスはうまいんですよね、はい、フォークが落ちてきた。さあこの放送席の真ん前、今度は放送席の真ん前でありますが、もう一回今度は机の上に落としますよ。ケンタが机が真っ二つ、机が真っ二つ。フォークを抱えて本部席にちょうどこの放送席の一番下手、机が真っ二つであります。いやこれはものすごい戦いであります。パワーで押されてますよね、私どももう本当一瞬の息もつく間もありません。いやウォリアーズがこんなパワーで押される試合、日本人初めてですよね、うん、そうでしょうね。もう固唾を飲んで見守っているというナチュラルディザスターズがザ・ロードウォリアーズに対して本当に優勢に試合を進めている。3発すごいですね。これは5発、これあの今フォーク190センチ127キロあるんですよね、はいはい、それ腕力だけで3回も4回持ち上げちゃうんですからね。いやフォークもそしてアニマルも今日は合体選手としてなかなかまだリズムをつかめていないカナビアンバックブリーカー。まあ大技が新平さん次から次に、確かね椎間板ヘルニアだったんじゃないですかフォークは。そうですね、腰を痛めてたんですよ。腰弱いですよ。そうです、ただあの横浜大会の時はもうその気配見せずに優勝しましたけどね。今日は危ないからね、これだけのパーで攻められると。ちょうど顔面あたりでしょうか、額のほど額と生え際あたりにエルボー落としていった。ここでフォークからアニマルにスイッチ、場内が沸いている。アニマルが2人を相手にしている、タイフーンとテンタを2人を敵に回しているが、しかしこれは捕まるでしょう。後方からテンタ、そして左手はタイフーン、ツーブラトンで振って踏み切りをうまくスイングしてる。ものすごいぞ、アニマルに軍配が上がっている。ザ・ロードウォーリアーズ、アニマル対タイフーン、そしてテンタという戦い図式。ニュートラルコーナーに振ったんですが、後方からジョン・テンタ、テンタの動きにブーイング。サンドイッチ状態にして、一体その状態からテンタがボディクラッシュを見舞っていこうというボディアタックを見舞ったんですが、これは同士打ち。テンタをその間に投げを打ってツープラトンでドロップキック、場外に落とされた。テンタは大の字、セーフティーマット大の字。これは聞いたぞ。さあこれはツープラトンで、あーと、ジミーハートをリング内リフトアップした。リフトアップして今度はあーテンタに向けて物を投げつけるような感じ。リフトアップしてマネージャーのジミーハートをテンタに、リング内は台風。うわすごい合体技でいった。合体首切りだ。カウントは完璧、カウント3、文句なし。まさに合体戦士、いや収まりがつかない、収まりがつかない、収まりがつかない。ジョン・テンタ、ロードウォーリアーズ勝者、ロードウォーリアーズというコール。今ベルトが持ち込まれています。ロードウォーリアーズに三谷スポーツ出版社社長ヤクの蓋を様より勝利者賞が贈られます。合体殺法から見事
ベルトを守ったザ・ロードウォーリアーズ、アニマル、そしてホーク。91年ドーム最終決戦 SWS WWF 頂上対決、天竜源一郎対ハルク・ホーガンの一戦、この声が聞こえているんでしょうか、菊池さん、はい、お互いが握手をして、はい、拍手が生まれているこの東京ドーム、見どころを触れてください。もうとにかくノンタイトルマッチですから両方思いっきりいってくれると思います。ただあの天竜は流行語場勝負やってきましたけど、ホーガンはこのところちょっとタイトルから縁はないんですけど、はい、あの11月にフレアに3連勝しますし、体調はいいと思うんですね。ですからもう今日は2人絶好調のぶつかり合いを期待したいですね。新平さん、はい、3.30 のですねレステルフェストイン東京ドームも実況いたしました。私ども、はい、3.30 に比べて今日の 12.12 スーパーレステルイン東京ドームは本当に盛り上がってますね。すごいですね。でこの2人がもうリングに登場した時に私頭の中ボワーっとしちゃいました。いや天竜なのかはたまたハルク・ホーガンなのか、泣いても笑っても91年ドーム最終決戦 SWS WWF 頂上対決、まずはグランドの攻防。天竜はホーガンをここに引っ張り出すために10月15日に渡米して、はい、WWF の仕事を4回も会談して強引に押し切ってるでしょ、はい、社長としての自覚、エースとしての自覚がそうさせたと思うんですよね。もうこの一戦に天竜はかけてます。先ほど菊池さんがこの両者はまあ
ノンタイトルであるがゆえにお互いがファイトできるという話がありましたね、はいはい、天竜はですねタイトルは気にしていない、あとは数々、あとは、まあ、後の言葉で考えるとベルトがない方が楽なんだという言ってますよね、はい、あのホーガンもですねベルトがかかっていれば防衛に走るでしょ、はい、今日はもう防衛も何も考えずにまっすぐ行けると思うんですよね。なるほど、もうそういう意味では新平さん、はい、2人が正面切ってぶつかり合ってくれるということはもう間違いありませんね。すごいですね、もう何も関係なくねお互い戦うのみですね。もうあのワーワーで見てるねみんなもね絶対天竜コールやってますよ。グランドの攻防、一瞬の静けさがこの東京ドームに戻ってきつつありますが、しかしまだまだ天竜はハルク・ホーガンは一体この後どういうプロレスを見せてくれるんでしょうか。まあ、天竜はあのパワーボム10連発でもやってると言ってましたけど、はい、あの11月21日からの伊豆大島キャンプで張っていったぞ、張っていったぞ。昔力道山が使った手さん切りチョップを練習してたんですよね、はい、それが今日出るんじゃないかなとは期待してるんですけどね、はい、蹴止めでバシッと入ったら効きますよこれは。まあ、吉田天理はあの5番勝負を仮想、まあ、5番勝負を仮想砲丸として自らをチェックし、はいはいはい、まあ、完了したと言われてますが、はいはい、技の面ではまんじゅう固め突っ張り、はい、トペ、それからヘッドバットドロップキック DDT、はい、天竜チョップと、はいはい、まあ、天竜の得意技を全て出し切った、はい、いわゆる流行5番勝負でしたよね、はいはい、でとどめはやはりパワーボムですよね、はい、もう5連発でも10連発でもやってると、まあ、あの身長差がありますけど俺は馬場さんをかけたことがあるんだから大丈夫だと言ってましたけどね。バックを取った、バックを取ってさらにバックの取り合いですが、あっと力で投げていく、ホーガンが天理を力で投げていった。後半バックの取り合い、ヘッドロックか、そのヘッドロックの右腕を外していった、脇を固めて腕を固めていこうという天竜。まあ実はですね、はい、天竜は自らをその禁じ手としていたそのチョップ、まあ、砲丸戦で使うという話もあります、はい、まあ、毛先切りチョップという力道山がよく使っていたというか、はいはい、力道山譲りのチョップなんですが、はいはい、これは今日見せてくれるんでしょうかね、菊さん。楽しみにしてるんですけどね、二十何年ぶりに見られるかなと思うんですけど、はい、天竜の表情がすごく魅力的でいいですね、うんうん、なんかこうやってみますと天竜はホーガンに対して余裕すらなんか見せるような表情も一発今映りましたね、はい、やはり頂上対決もお互いに同格ですよね、はい、さあここに来いという、ここに来いというホーガンに対してちょっと表情を緩めた感がありますが、天竜源一郎がスルスルと寄っていく形、組み合っていった、バックの取り合いからこの辺がうまいぞ、この辺りがハルク・ホーガンうまいぞ。まあ、菊さん、はい、個人的なスケジュールをそのプロレスに持ち込むのはですね、はい、必要ないとは思うんですが、はい、この 12.12、はい、今時計の時間がですねそろそろ10時を指そうとしている、はいはい、ハルク・ホーガンは今日は午後のですね、はい、おそらく夕方の便で成田に到着したばっかり、はいはい、試合開始してから多分ドームに入ってきたと思うんですよ。あのお父さん の, あの心臓の手術で、あのフロリダ州タンパですか、はい、ですからあのそれに立ち会ってきたわけですから、でもやっぱりそういった時差とか時差ボケとか全然感じさせないですね。もう新平さん本当嬉しいですよね。そうですね、時差ボケを感じさせない熱く燃える天竜で目が覚めたって感じですね、はい、なるほど。まあそのハルク・ホーガンなんですが 11.27 にアンダーティーカーにですね、はい、アンダーティーカーに、まあ、いわゆるベルトを奪取され、また 12.3 に再びホーガンが挑戦し6分59秒、エビ固めで、まあ、アンダーティーカーをですね破ったんですが、ところが、まあ、WWF の会長のジャック・タニーがそれを認めないと、はいはいはい、両者のベルトは、ベルトとして認めない、今 WWF の預かりになってますね、はいはい、ヘビー級王者としては認めない、宙に浮いている状況ですよね。でも本来はこの戦いはそのハルク・ホーガンが WWF のヘビーのベルトをかけての一戦だったんですが、はい、いやしかし新平さん、見てる方としては菊さんがおっしゃるように別にもうベルトなんかそんなのは度外視して今日は見たいですよね。もうベルト関係ないです、この2人がね1対1で戦ってるのはベルト以上の価値ですよ。これは張っていったぞ、張っていったぞ。ベルトがかかればどうしてもホーガンは逃げの戦術で防衛だけを考えるでしょ、ない方がいいんですよね試合としては、うん。これホーガンと天竜の表情なんですが、はい、非常に厳しいのはハルク・ホーガンの方ですよね、はいはい、
必要以上に、まあ、お互いの張り手をお互いがレフリーにアピールしている。パンチだパンチだ、肩口からそして逆水平パンチを押し、顔面をかきむしっていく春高がナックル気味のパンチを打つ。ロープをスイングして自らスイングしてラリアットか、あっと足を掴んで倒していった、足を掴んでアキラス剣か。いや他の逃げ方も早いですね。早かったな。いや今の天竜はものすごかったですね。足を掴んですぐに、いやしかしエプロンサイドからその天竜をかけていったか、ラリアット、しかしそれはエルボーで返していく。もう一回エルボー。もう菊さん、天竜もそれから歩く方がもうすごい動きですよね。顎入ってますね。危ないぞ天竜、抑え込みはカウント2で返していった。そして今度はスリーパーか、いや違う、どうやら顎を決めています。キャメルフラッシュでしょうか。伊豆大島のキャンプで原尾ホーガンに対してアックスボンバー10発も20発も受けてみてるんですよね、はい、ホーガンもそれを知っててからなんかまだアックスボンバー出さないですね。今キックでしょ、うん、今完全に顎入ってましたから ねあれムチ打ち状態ですよ、うん、私は痛みがよくわかりますでしょうでしょう、もう本当に身近な体験者ですから。ありがとうございます。チンロックからスリーパーフォール、おっと今不敵な笑いを浮かべている。あー苦しそうだ、真っ青になってきてるぞ、紫色になってきてる天竜の顔面だ。スリーパーホールドで顔面が真っ青になってきている天竜。危ない危ない、天竜源一郎、日米頂上対決。ナックル気味のパンチだ、ナックルのパンチを額に見舞っている。ニュートラルコーナーに振って、あ早い、いやバシッと落としましたね。ラリアットを見舞っていった。ステップオーバーして、ステップオーバーしてボストンクラブ、まだ重心は落ちていない、まだ重心は落ちていない。しかし苦しそうな表情の天竜、もう完全に両者が乗ってきました。しかし今のところ流れはハルク・ホーガン、ロープエスケープからステップオーバーしていたボストンクラブを外した。厳しい表情のハルク・ホーガン。さあ天竜が、うん、これはまあよく柔道で使う前方の受け身の体勢から懐に入っていこうという、そういったアクションを見せた天竜源一郎。ホーガンももうたっぷりと胸元に汗をかいている。ホーガンとそして天竜源一郎、流れはほぼ互角、滴り落ちる汗が滴り落ちるハルク・ホーガン。お互いが目線で、おっと地獄ですね、今地獄好き喉元あたりですよね、はいはいはい、あーそれにカット、どうした左の膝を、ちょっと待ってください、着地で左の膝、着地決めた、危ない危ない危ない、延髄延髄延髄一発、思わず場外にエスケープ、転がり込んでいる、転がり落ちていったのはハルク・ホーガン。そして天竜が椅子を持つ、椅子を持って、あと左の膝、左の太ももから膝にかけて、菊さん、はい、天竜はホーガンのウィークポイントを左の腰、左の膝と上げてるんですよね。今あのジャンピング2番手やった時に着地でちょっとひねったみたいなんですよね。いやーこれはジャンピング2パットを見合った、あと天竜がラリアット見合って、もう一回延髄、もう一回延髄、危ないぞ、今度はハルク・ホーガンがダウンロープ、ダウンロープでエスケープ、カウント2でロープエスケープ、ハルク・ホーガン。いやー気になるのはハルク・ホーガンの左膝、着地に失敗したという話、その左膝を容赦なく攻めている天竜源一郎。もうこうやって見ますと天竜の事前のコメント通り、ホーガンのウィークポイントにピンポイントを絞ってますよね、はいはいはい、この映像で見ていただくとよくわかると思います。ホーガンのフル傷プラス先ほどのジャンピング2パットの着地失敗という、まあ不運に、おっとおっとサッカーボールキックか、危ないぞ、ショートスパンのキックだ、顔面に対して天竜がもう一回顔面キックを見舞っていく、逆水平から背中にパンチを、さあ天下のパワーパワーボーム、危ないぞホーガン、危ない危ない、
もう一回サミン組のパンチ、そしてボディスラムに取った。砲丸がちょっと足を引きずりながら、ゲロシュドロップ、今度は天竜が危ない。砲丸かはたまた天竜か、 SWS WWF 頂上対決、スイングしてアッテボンバー、綺麗に入った一番コールだ、危ないバンジキュースか、天竜カウント、カウント2、カウント2、ものすごいヒートアップ東京ドーム、ものすごいヒートアップだ東京ドーム、スイングしてもう一回、今度は左の足を、ああ逆に今度は円錐を見舞っていた、しかし左の右の膝と左の足をブロックしてロックしている天竜、そしてそれをどうにかスリーパーで、どうにかフェイスロックで返していこうという、お互いに関節を、そして一方の砲丸は天竜の顔面を捉えているんですが、東京ドームは砲丸とそして天竜コール真っ二つ、苦しそうな表情のハルク砲丸、無冠の砲丸が果たして爆発できるのか。サッカーボールキック、もう一発ショートスパンで蹴りを見舞っていく砲丸が面を食らっている。このパンチは効果的、逆水平一発、もう一発逆水平、ふらついているハルク砲丸、スイングしてもう一回チア、どうしたこれは、エルボー落とした、天竜が今度は危ないぞ、エルボー2発、呆然、ギロチンドロップ3発目、とどめの一発になるのか、抑え込みの体勢、カウントは右肩が上がっている、右肩が上がった、レフリーに対して必要以上にアピール、ハルク・ホーガン、完全に菊池さん、今のは右の肩が上がってましたよね、上がってました、上がってました、かろうじてですけどね、跳ね起きるまでいかない、おー珍しいぞ、ホーガンの円錐だ、スイングボンバーを見せる、フラフラの状態、天竜スイングしてもう一発、アクスボンバー危ない、バンジキュースか、カウント3、カウント3、あーすごい、場内に勝者ハルク・ホーガンが告げられています。さんが今ため息をつかれました、はい、無冠の砲丸が爆発、いやいかがでしたでしょうか、いい試合でした、本当もうそれだけです、よく言えば勝ってほしかったですけど、まあ、これだけいい試合見せてもらえばもう十分です。新平さん、はい、日米 SWS WWF の頂上対決、まあ、あれだけアスボンバーを受けた、ね、そして、まあ、エルボーも落とされた、それもすごかったけども、もうロープに飛ばされて天竜が帰ってくるとき、俺てっきり毛先にチョップで返すかと思ったんだけど、力が残ってなかったな、あすごい、お二方今日はどうもありがとうございました、それではまたお会いします、お元気で。
今どこ？こっちへおいでよ。ワウワウ。ワウワウスーパーサッカーイタリアリーグセリエ A。世界中のスーパースターが激しくそして華やかにグランドを駆け巡る。テクニックもファイトも超一流のプレイヤーの技を情熱的な観客と一緒に楽しんでください。ワウワウだけがお送りする期待度満点のゴーカードです。プロより人気があると言われるカレッジフットボール、そこにはアメリカンスピリットがある、アメリカンドリームがある。フットボールの魅力がいっぱい詰まったボールゲーム、見たいと思う、思ったらワウワウにチャンネルを合わせよう。アメリカはボールゲームで新年を迎える、こいつがなければ始まらない、そんな気分にさせる興奮ものが見れる、幸せもんだぜ。ハッピーハッピーニューイヤー。オレンジボール、コットンボール、フィエスタボール、ホールオブフェイムのビッグゲームを新年にワウワウが独占放送。全豪オープンテニス1992、グランドスラムイベントとして知られる全豪オープンテニス、ワウワウで独占放送。世界のトッププレイヤーたちが熱い戦いを繰り広げる全豪オープンテニス1992、1月13日から独占放送。お見逃しなく。